方正鈴木啓司スペシャル解説。平成15年全日本柔道選手権大会。井上康生です。今回の全柔連、TV では2003年の全日本選手権の決勝戦を中心にですね、解説付きで、お送りしたいと思います。こんにちは、鈴木啓司です。今もっと強くなれるプロジェクトとして今だからできる、柔道の魅力を発信していきたいと思います。よろしくお願いいたします。柔道サイト e 柔道古田です。今回はファシリテーターとして参加させていただいて皆さんお二人の話をお聞きしていきたいと思います。今日はよろしくお願いいたします。早速ですが、この2003年に行われました平成15年全日本柔道選手権、ファンの間でも神大会として語り継がれている非常に内容の濃い名大会と言われているんですけれども、お二人にとってこの2003年大会どんな大会だったんでしょう。それぞれ井上さんの方からお話いただけますか。そうですね、やはり、今大会においてですね、鈴木選手を中心に宗選手また篠原さんを含めてこの戦いというものが非常にこう、注目されている部分がありました。まあ、私自身も3連覇をかけて、必ず優勝してやるという気持ちで臨む大会だと思ってます。はい、ありがとうございます。鈴木さんいかがですか。はい、自分としては全日本選手権というこの名誉ある大会での優勝というものが、一つ大きな目標でありましたし、同級生の宗田と一緒に井上康生を倒すと常に、いろんな作戦を立てて、やはり倒すなら全日本選手権だなというふうに思ってましたし、こういった大会でやはり勝ち上がることが本当の強さというものなんじゃないかなと常に思っている大会でしたので、やっとこう本気で優勝を狙える年が自分はこの年からだったなというふうに思ってます。ありがとうございます。では勝ち上がり見てまいりましょう。鈴木選手の初戦は2回戦正田秀勝選手との試合です。やっぱり初戦だったということと、初戦に正田先輩はちょっときついですよね。いや多少の寝技ともにね、やっぱり破壊力ありますし、2つの破壊力がある選手ですから、はい、いやそれはやっぱり緊張する一戦だったんですよね。そうなんですよね、本当に出鼻くじかれるならこういう選手にだろうなという選手なので、やっぱり慎重に入りましたし、まあ足技で倒して抑え込みっていうのは、まあ、変な自分のパターンの一つでもあるので、そういった冷静な試合運びもできたということでは、初戦としては いい内容で終えたかなというふうには思います。この時状態的には自分自身の感触はどうだった。やっぱり初戦の後っていうのは高揚してますし、うおーみたいなこの変なテンションがありますよね。だから正田先輩もやっぱ合宿とかでも常に練習もしてましたし、寝技の破壊力も知ってましたので、慎重にいかなきゃならないし、でも世界選手権の代表という争いもあるので、変な試合をしても選ばれないしと、こう2つのこの駆け引きですよね、自分の中でそういうものがあったので、繊細かつ大胆にいく柔道っていうのはやっぱり求められてたのかなというふうには思います。その中では初戦をこういう勝ち方っていうのは自分らしい勝ち方ができたのはやっぱり良かったですし、次次という試合につながっていく内容だったなと思いますね。はい、それでは井上選手の方の2回戦はいきなりの強敵、2001年の大会で3位に入っている村本勝弘選手との戦いになります。これ厳しい組み合わせでしたね。そうですね、先ほど鈴木先生が正田先生が嫌だっていう風な話、同等ぐらいに本当にこの中であまり当たりたくない選手の一人だったなというふうに思ってます。いろんな、ね、選手たちに話を聞く中でも、いや村本先輩は強いという声が大半だったので、鈴木先生そうでしたよね。そうですね、やっぱり破壊力もありましたし、受けがもう岩のような受けの強さを持ってますので、これどうして投げようかなとか
試合中に僕もあの何度か試合をしたことありますけど、頭をフル回転させてもこれどうやって投げんだよみたいな、そういう選手相手ですよね。そうだね、まあ、自分自身もこう投げに行くことっていうものをこう心情に持ちながら戦ってた部分っていうのがありますけど、やっぱりこう対村本戦っていうのはそれプラスアルファで考えとかなきゃいけない選手の一人だったなっていうふうに思いますので、駆け引きなんかもこう考えながら戦ったなと、まあ、でもこう1回戦を終えて多分鈴木先生とこう対照的な部分としてはあんまりやっぱり動きって良くないなっていうような自分自身の感触ではやっぱりありましたんで、まあ、次にまたあの気持ちを切り替えてやっていこうというふうに思ったんですけど、次もまたあの鈴木先生ね一緒にやられてた一ノ渡選手っていって同じような似たような選手でまあこの選手もやりづらくてなかなかその戦いでもこう勢いに乗れずにまあなんとかあの勝利は収めましたけど次に進んだっていうような心の部分ではそういう状況ではありましたよ ね、いろんな解説者の方とかあの雑誌の記事とかであのこの大会井上さん最初の2戦が非常に硬かったっていうふうに書かれたり言われたりしてたんですけど、まあ組み合わせ見てる側からすると、うん、村本さん一ノ渡さんと続く組み合わせはこういうこともあり得るよなという厳しい組み合わせではありましたねそうですね、まああのねそれに対してどうこうというか、まあ、そのための準備っていうのはしてた部分っていうのがあるんですけど、やっぱりいざでも戦ってみたときに、今一つこう自分自身のこう流れっていうものをつかめないまま次に進んだ部分っていうのがあったんで、まあ、そこの切り替えのところがまあしっかりとね、整えていけれるように、まあ、いい意味でこう、ね、一戦一戦を開き直って戦っていけるように。準備はしていきましたけどね。ありがとうございます、鈴木さんの方にまた戻りますと、3回戦の山場の宗田康之さんとの試合を赤判定の 3-0 で勝ってこの、準々決勝、伝説の試合ですね、向井川はじめさんとの試合になるわけです皆さんぜひご注目ください伝説の技が決まります。やっぱり向井川先輩も、まあ、監督同級生なんでよくわかると思いますけど、畳に根っこが生えてるような受けの強さとか体の柔らかさとか体型を見てもらうと分かるんですけど、下半身が非常に太くて、やっぱりこういう選手自分としては一番当たりたくないタイプの選手だったんですよね、うん、いや向井が、ね、さっき言ったように向井君なんて僕ほんと同級生で小学校の時からずっと試合やってる相手で、本当に一度も投げれたことないんじゃないかっていうぐらい受けの強い選手なんですよ。それをやっぱこのね足技で一撃で投げたっていうのはやっぱまあその時には生で見てたのかちょっと忘れましたけど、後でこうね見た時なんかはやっぱ衝撃的だったですよね。いろんな試合見させてもらってますけど、ベストオブ足技で足技の三段活用なんて僕あんまり見たことなかったんで、お外から小内に蹴り返してですね、でまあ鈴木先生こうサッカーをやってて関係もあり、こう両方の足をですね同じようなこう力で放てるっていう強みはあったのかなというふうに思いますが、しかしながらこう利き足じゃない方の足でですねこう払って投げた、本当これほどすごい足技を見たことないなっていうぐらいの、足技だったように思いますけどね。僕一番足技の中で好きなシーンなんですよね。あの海外から鈴木健二さんの技を取りに来たあのクルーがですね、こうパソコンでこれを見せて、これをやってくれ、これを解説してくれってすごい食らいついてましたよね。そのぐらいインパクトのある技です。武道館 もう次の試合になってもざわめきが止まらなかったんですよね。はい、本当ですね。いや、はい、この技はもう本当素晴らしい、ね、2003年大会神大会と言われます。その中の花形の一撃の一つですよね。自分も飛んでいきそうですよ今羽生えて飛んでいきそうですよ、そんだけ褒めていただいたら。井上康生さんの方は先ほどお話しいただいた通り、3回戦で一ノ渡秀一選手に注意の優勢で勝って、準々決勝でまた大きい選手高山和樹選手との試合になりました。全日本選手権では高山さんと本当によくベスト8で当たる、はい、この時点で2年連続で試合をしているわけですよね、はい、
そうなんですよ。これでも監督、まあね、やりやすいタイプじゃないですか、高山先輩。まあね、やりやすいっていうことはなかったけど、でもね、まあ3年連続ベスト8で勝ってたりする部分っていうのがあったから、でそういう部分ではなんかまあ、相性的なものはね悪くはなかったのかもしれないけど、俺が前中の2年生の時に負けたの高山さんなんだよね。そうなんですか。そうなの。でそこでまた勝負の厳しさを教えられた先輩の一人だったんで、なんかねよくいろんな大会で戦わさせてもらって、すごくなんかね、運命を感じる選手の一人でもありました。はい、本当に高山さんってすごく大きな体してるんですけど、得意技が担ぎとか、そういうあと返しとかが上手な人だったんで、そこら辺はやっぱり慎重に攻めていってた部分っていうのはあったなとは思います。その言葉を聞きながら映像を見ると、またこのかけて崩れていく時の上半身の静止方なんかすごく皆さん勉強になるんじゃないかと思います。重量級って両足でこう支えてる時ってなかなかこうそれを持っていくっていうの難しかったんですけど、こう片足にさせたりとかちょっと傾かせることによって自分の重さでこう投げられるっていうか転がるケースっていうものが非常にあったので、そういうところはこう意識しながら戦ってたっていうか、対重量級にはこう用いてた部分っていうのはあったかなと思いますね。ありがとうございます。そして準決勝に移ります。いよいよ大山場、鈴木圭司さんと篠原慎一さんの試合です。篠原さん、井上康生さんの3連覇を止めるということで久しぶりに試合に出てきて、ここまで、勝ち上がってきました。なんかこうこの試合に関しては篠原先輩の釣り手を殺すっていうことをあんまりしなかったんですよね。やっぱり先ほど一番最初に言ったんですけど、世界選手権の代表とかがかかってる試合でもあったので、やっぱり何に行かなきゃいけないと思ってたんですよ。なんとかして勝とうっていうんじゃなくて、やっぱり投げて勝たないと認めてもらえないという思いがちょっとあったんですよね。なのでまあ、僕も後でこう見返すと結構無謀な勝負をしてたりとか、はい、奥襟持ち合ったりとかようそんなことやってたなっていうような試合内容なんですけど、でもやっぱりこの時はまあ引退も多分これで引退みたいな感じで話も土原さんからされてたんですよね、確か、はい、なのでやっぱりここは負けるわけにはいかないなとか、やっぱりこの次の井上康生を倒すのは篠原じゃなくて俺だっていう思いがずっとあったので、なのでやっぱり投げて勝つっていうことを一番に考えて、篠原封じっていうよりは鈴木の柔道を出すっていう考えが大きかったですよね。残り1分にすごい攻め合いで、そこで鈴木さんがちょっと攻め勝ったという形ですけど、残り36秒で組み際に大外刈り行ったですよね。よく篠原さんに相打ちで大外刈り行きますよね。はい、篠原さんも大外刈り連発、そこに鈴木さんが組み際の大外刈りでいって投げれるという感じはありました。投げれるとか投げたいなと思ってましたね、はい、いや篠原さんとの対決によって相四つでこれだけまともにいけるってなかなかいけないと思うんですよ。ああいう強いっていうのは、そうするとやっぱね、我々も、まあ、僕は喧嘩強かったですけど、練習の中でも見てる中で相当な強烈な技でしたんで、いや、これもね、全日本の中でのこう名勝負の一つですよね。会場興奮のるつぼでした、篠原さんはこの試合で現役を引退することになります。感動のシーンだったんですよね。はい、天理大の学生に手を挙げて一礼して、僕も大拍手で涙が出ました。篠原さんってそういうことあんまりしないようなイメージだったし、はい、あんまり多分実際にもしなかったと思う。でも会場からやっぱり割れんばかりのですね、はい、拍手でこう見守られて会場を後にするんですけど、この時に手実はですね、はい、上げてこう学生の声援に応えてるシーン、はい、これですね、はい、これあるんですけど、なんか
あとで穴井現今天理監督に聞いたら、手を挙げた方向が国士舘大学の応援席の方に手を挙げてみたり、ね、知らなかった。天理陣営はなんじゃいと思ってほしいんですけど、あ、後で聞いて爆笑したところでありましたが、僕の涙と拍手は感動のですね超感動してましたよ感動のワンシーンでしたね。そんな裏話があったんですね篠原さんらしいといえばらしいですねらしいですねそして迎える、準決勝、井上康生さんとこの日絶好調北海道森大輔選手の試合です。赤井上選手、森先輩は嫌でしたね、本当に、やりづらかった、本当に嫌でしたね。そうですね、森井君も僕同じ年で、はい、昔からよく、はい、戦ってはいたんですけど、この時点で共に24歳、力が強くて、はい、力強いし、懐が深いしで、なんか技かけててもなんか吸収されるような、はい、はい、なかなかフィットしないっていうかですね。で、ちょっとでも崩れるとガーッとこうひねり潰してくるんで、すごくやっぱやりづらい選手の一人だったですね。で、ここですね、内股の戻ったところに谷落とし技あり、会場騒然となりました、うんうん、これは解説いただくと、ね、いかがですか。そうですね、内股からこう切り返して、片足の状況になったんで、それもまあなんか払い腰っていうか、まあ足車っていうか、そうですね、そこら辺を狙って入ろうとしたんですけど、思った以上に懐が深いのと、やっぱバランスが良くてですね、相手が崩すことができなくて、逆に言うならば自分の体勢がやっぱ手が離れたことによってですね、崩れたところをうまくこう合わされてポイントを取られたっていう形ですね。この後もう一度谷落としで一時有効が宣されるということがありました。焦りはなかったですかね。そうなんです、同じようなシチュエーションでまたこうポイントを取られそうになって、はい、いたんですけど、まあ徐々に相手がこう少し守りに入ってくるというかですね、そういうふうなこう雰囲気が感じ取られた部分っていうのがあるし、もう一点はこう相手がこう少しバテてきた感触があったので、まあ、そこをこう一気にですね、時間も十分ありましたから、畳みかけて、まあ、最終的には背負い投げで一本勝ちすることができました、ね、この右背負い投げ一本ぜひ解説いただきたいんですが。そうですね、これも連続技で一回後ろ側にですね、足技のフェイントで追い込んでおいて、少しこう前傾姿勢になったところを潜り込んで入っていったんですけど、これはやっぱりやっててよかったなっていうふうに思うのは、対全日本選手権、まあ、いわば超級の相手と戦うにあたって、長身の戦うものにあたって、これまあ世界の戦いにおいてもそうだったんですけど、やはりこう内股だけでは限界があると、そういう中で担ぎ技を一本持っておこうということでこう研究した技でありましたんで、まあ、それがこう生かされて非常に良かったなというふうには思いますね。一瞬森選手が内股警戒したような動きも見せますよね。ここに低く、そうですね、足の動きとかこうフェイントとか、まあ、こうやって投げられたりですね、危ないシーンというのがあったんですけど、でも徐々にその動きが出てきたというのは自分自身のこう調子を見るバロメーターとしては言えるのかなというふうに思いますので、あと、まあ、自分自身の現役のところを振り返ってみても、やっぱ技がつながるというのがやっぱ自身の強みでありましたから、まあ、それが十分に生きた技でもあったのかなというふうには思います。あともう一点は、もしこう森君がその前に準決勝とかこういう戦いを経験している人間だったら、また違う戦い方をしてたかもしれないし、やっぱ経験っていうのは全日本独特の雰囲気だとか、また戦い方っていうのがあるんで、その経験値っていうのもこう活かせた部分もあったかもしれないですね。鈴木さんはこの試合見ておられた？見てないですね。もう井上康生が上がってくると思ってましたし、こうやって、まあ、見てもやっぱり
強い人が、だって強い人に対してポイントを取った時って、今井上監督も言われたように、まだ時間があるって思われたら、もう多分取り返されちゃうんですよね、絶対に。だから、こう、畳みかけるような勝ち方をした方が強い選手に対しては。ですけど、今監督言われたように、まだ冷静で、ポイント取られても冷静で、まだ時間あるからまだいけるなって思ってる時点でもう多分、逆転は必ずあったでしょうし、自分が多分試合をこれ生で見てて、あ、森先輩技あり取ったって思っても多分4分あったら、いやでも取り返されるなって思ってたかもしれませんし、それよりももう絶対井上康生が上がってくると思ってたので、控え室で、まあ、いつもやってるような試合前のルーティンみたいな、顔洗ったりとか体拭いたりとかを、まあ、淡々としてました。ありがとうございます。これですね、選手紹介があったんですね。強豪選手を次々と破って初の決勝進出、初の日本一に挑みます。白の井上康生選手は今大会で8回目の出場、うち5回の決勝進出という輝かしい成績を残しており、8回出場で5回目の決勝進出なんですね。高校の時から出たからね。いやー、この大会でやっぱり成長させてもらったよ、本当に。井上さんが24歳、鈴木さんが22歳ですね。はい、切れましたけど、いきなり内股行ったんですよね。はい、そうですね。さっきの対、鈴木先生の篠原戦の思いじゃないですけど、やっぱり選抜の時に敗れてるっていう思いがあったんで、こう自分自身の中ではね、今大会においては絶対投げて勝ってやるっていうような思いは持ってましたよね。このあたり鈴木さん釣り手をずっと上から持ってかぶせてるんですよね。そうですね、この組手で先発で勝ったんですよ、釣り手を殺して、まあ、要するに井上康生の柔道をさせないっていう、スタンスで先発では勝ったので、まあ、もちろん同じことをやって勝てるとは思ってなかったですけど、やっぱり対井上の時は釣り手っていうのは鉄則だなというふうにはやっぱ思ってました。井上さんが釣り手を上からかぶせて、井上さんが下からちょっと手首を立てるような形でずっと進んだと記憶しています。多分、ね、この前の戦い、この後の戦いにおいてもそうだと思うんですけど、一つのポイントってやっぱこの釣り手の戦いなんですよね。ここをどうこういい意味で、ね、ポジション通りができるかっていうので、すごくこう勝負の分かれ目が出てきてる部分っていうのがあったんで、はい、だから、実は下からだけではなくて上からもしっかりと相手の釣り手を殺す、また下から持った時には、ね、相手のこう抑えられているのをこう割っていく、そこのこう駆け引きというか、この勝負のところがまず1点目、非常に重要なポイントでやっぱありましたよね。非常に見応えのあるところでした。遠藤住吉審から双方に教育的指導が与えられて試合が進みます。少しここ両者指導がこう与えられてからちょっと動きが出てき始めるんですよね。はい、で、まあね、今大会においてこう少しこう自分自身の中でもこう感じ始めたのは、やっぱ釣り手のところがこうちょっと活かせるようになってきた部分っていうのがあったんで、そこがまあ一つなんか、こう攻める時の状況というものをこう多く作れてたというところはあったかなと。まあ、さっきの大内刈りにしても、このあと、ね、はい、背負い投げを打ったりする、かかりはしないんですけど、その釣り手が生かされているというか、動くことによって入られてた分というのがあったように思いますけどね。この時点で残り時間が3分32秒ありました。
井上さんが背負い投げ、鈴木さんが返そうとするところで大拍手でしたね。やっぱりこうやって見ると釣り手僕負けてますもんね、ずっと。そうでしょう、そうなのよ、うん、だんだん鈴木先生との対戦だから、これなかなか上げさせてもらえなかったんですよ、下から。だけどやっぱ前の篠原戦の戦いっていうところにおいて、若干やっぱ鈴木先生スタミナのところもきつかった部分っていうのもあったんじゃないかなというふうには思うんですけど、徐々にやっぱこう釣り手が上がり始めたり、しっかりと抑えられたりしてきた状況をやっぱり多く作れてきたし、そうですね、はい、でそのことによってこうなんていうのかな、足の動きもこう滑らかに動き始めたっていうところで、ね、ここじゃないですか。鈴木さん下から持ち返したんですが見事な内股一本。すごい流れでした。いや見事ですね。井上さんが柔道着を持って引き起こすんですけど、これ邪魔だってことでやったんですか。いやそんなのね、なんだろうね、よくわからないね。いやでも当時の談話で鈴木さんがもう手が上がらないみたいだったからこう柔道着を持ってあげたっていうコメントを見ましたよ。絶対嘘でしょ。いやでもね、変な話、やっぱ前の試合の影響ってすごくやっぱりあっただろうなっていうのは感じますよね。まあまあそれも全日本ですからね。ねえ、一つ一つの動きっていうものにおいて絶対ね、鈴木先生妥協しなかった部分っていうのがあるんですけど、そこのところがやっぱりなんていうのかな、意識しててもなかなかそれに対応できなくなってくるような状況って、ここ全日本って上に上がれば上がるほどこう出てきたりするんで、やっぱそういうようなね、状況だったのかなっていうふうには見てて感じますよね。投げの決まったシーンなんですけど、今まで上からもっと押さえてた鈴木さん、奥の後下から持ちましたよね。で、引き手を切ろうとして切れずに、その後、内股が行ったっていうのがあるんですけど、このあたり、こう、心境というか、こう、はい、多分上から殺しきれなかったんじゃないですかね。上から殺そうと、釣り手をこう、潰そうと思ってたんですけど、多分潰しきれなくて、どこに置いていいか分かんなくて、多分下から持ちに行ったんだと思うんですけど、やっぱりそれだけ監督の釣り手がすごかった。やっぱ組手って結構執念的なところがあるので、その執念が多分相当凄まじかったと。こう上から潰しきれなくて、まあ、要するに妥協ですよね、妥協したんだろうなというふうに思います。そうですね、まあ、勝負の、ね、こう本当にこうトップというのこう争いの中で、まあ、一つのミスがやっぱり大きなミスになる部分というのがあるので、そこをいかに、ね、最小限で抑えていくかとか、しないかというところでやっぱこう大きく分かれてくるのかなというふうに思いますし、まあ、この時にはもうそうですね、今だというふうに思った時にはもう体が入ってたというような、そういう状況かなと思います。でもこう全体的な試合を見る中では、例えばね、先ほど言った通り前半にこう大内刈りで追い込んでいったりとかしてる動きなんかがやっぱりここの部分においても生きたりしているところもあるのかなというふうに思うんで、やっぱこう全体を通してのこう試合の構成というか、そういうものが、ね、うまくいった部分っていうのもあったのかもしれないですね。あとは、なんていうのかな、こう、この前のその選抜の戦いとかそういうところにおいてで、こう、うまく足とか、こう、動きで、なんていうんですか、自分自身が、こう、最大限、出力していくような状況を作り出すことができなかったんですよ。はい。だから、こう、この内股においても、こう、本当にね、入るときって、その時に最大限のこう出力でバーンと入っていった上で、こう、力を加えていってる部分っていうのがあると思うんですけど、それをやっぱりうまくこう使いこなせなかったシーンがやっぱりすごく多かったんで、この後負けるシーンなんかもそうなんですけど、やっぱそこら辺でこううまく
マッチした瞬間でもあったかなというふうには思いますけどね。一瞬でしたよね。引き手を切ろうとして切れず、はい、一瞬最高の組み手が出来上がって、うん、もう三段足技に篠原さんの引退に、そしてフィナーレがこの素晴らしい井上鈴木という豪華カードの素晴らしい内股一本で、本当に素晴らしい全日本選手権でしたね。神大会と呼ばれるのもよくわかります。というわけで井上さんが見事全日本選手権3連覇を達成いたしました。改めてこの大会見てみて井上さんいかがですか。井上さん、そうですね、こう本当にいろいろなこうドラマがあった大会だったなというふうには思いますし、まあ、自分自身の、ね、心境というところにおいては、あ、やはり選抜での頃負け、また、その先のアテネオリンピックというものを見据えた上でも、この鈴木啓司というですね、強力なこうライバルというか、その部分をこう意識した大会だったんじゃないかなというふうには思います。まあ、あのね、3連覇っていうところの、この記録っていうところの挑戦においてもですね、自分自身、まあ、精一杯やらさせてもらった部分っていうのがあったし、まあ、本当にこの大会をまた通じて自分自身が大きく成長できた大会でもあったなというふうには感じました。はい、ありがとうございます。鈴木さんいかがですか。はい、まあ、決勝戦まで行ったことが初めてだったので、やっぱりこういう経験がすごく自分にとってはプラスになるんでしょうけども、やっぱりこの負けに関してはやっぱり今見ても悔しいですし、本当に井上康生の強さとか偉大さっていうのが改めてこう身に染みた大会だったなというふうに思います。やっぱり選抜で、まあ、勝ちましたけど、まぐれまぐれだって言われて、いやまぐれじゃねえと思ってたんですけど、やっぱこういう試合をまた食らってしまうと、やっぱりまぐれだったんだなとか、自分自身反省する時間がやっぱりこの大会を通じて増えましたね。強くならなきゃいけないなと改めて感じた大会だったなと思います。2000年代前半の井上鈴木時代の極まりの試合の一つでもあったわけですよね。本当にいい試合だったと思います。で、この全日本選手権の直後の協会委員会で井上さんが100キロ級の大阪世界選手権代表、鈴木さんが無差別の代表、宗田康之さんが100キロ超級の代表というフォーメーションが決まりまして、3人とも金メダルを取るという形になって、日本柔道の重量級が一つの黄金時代を迎えるという格好になりました。改めてそのきっかけとなった、2003年の平成15年全日本柔道選手権を振り返らせていただきました。さて、最後にですね、ファンの皆様からお二人に質問がいくつか来ておりますので、お答えいただければと思います。まず井上さんにお伺いいたします。強敵に対しても一本を取る柔道にブレはないのでしょうかという質問が来ております。いかがでしょうか。まあ、そこの軸っていうものは変わりなく現役を通じてですね、まあ、そこをいかに極めていくかっていうものを追求して、日々送ってたように思います。まあ、しかしながらそれだけではなく、まあ、相手に応じてのさまざまな駆け引き、こういうものもやはり身につけていかなければこう勝ち続けることはできないというふうに思ってますので、その両面をちゃんとこう極めていけれるように日々は努力していったのかなというふうに思います。でも根本的にはやっぱりね、柔道の魅力とはというふうに言われた時には、やはり技にあると、こう一本にあるというふうなことを私自身は父からずっと教えられてた部分というのがありましたので、それはまあ生涯貫き通しながらやらせてもらったところはあったかなと思います。はい、駆け引きをしてなおかつ一本を常に狙い続ける。はい、ありがとうございます。はい、次に鈴木さんにお伺いします。はいはい、質問がですね、柔道を始めた頃より周りの方や家族に支えられてきての今があるかと思います。その支えをどのようにご自身で受け止めて成長につなげてこられたのでしょうか。そうですね、まあ、まずうちの家族ではうちの父親も母親も柔道やってませんでしたので、国士舘の中学に行くと上京するという時からすごく理解を持ってくれて、で、まあ、社会人にもなっても
と柔道を続けるっていうことに、まあ、賛成してくれましたので、各大会にも応援に来てくれたりとか、まあ、家族以外にもいろんな人が、応援または負けた時にも支えてくれた人がたくさんいますので、そういった人たちの、まあ、感謝という言葉もそうですし、柔道を続ける、そして勝負をしていくっていうことがその人たちへの恩返しにもなるだろうし、またそれが自分にできる感謝の示し方なのかなというふうにも思ってますので、言葉で言うことも大事ですけども、やはり行動であったり態度であったり自分の、まあ、発言であったり、そういったことにも一つ一つ、まあ、気をつけながら、また改めてこの柔道を通じての人との関わりであったり、そういったものには感謝をしてこれからも行きたいなと思っています。今までも十分いろんな人のありがたみを感じてますけども、これからもですね、なお柔道というものに対して、柔道を通じてさまざまな人と出会って、はい、行きたいなと思います。はい、ありがとうございます。ということで、今回は2003年に行われました平成15年全日本柔道選手権を決勝を戦いました井上康生さんと鈴木圭司さんに直接解説いただくということでお送りさせていただきました。次回全柔連 PB はですね、なんと翌年、2004年に行われました平成16年大会の模様をまたお二人に解説していただこうかと思います。次回もぜひお楽しみに。